高校の恩師渡辺先生のアドバイスもあって、当時学費が全国一安かった京都市立看護短期大学に進学。ここでもアルバイトを掛け持ちしながら自治会や学費値上げ反対運動に参加。そこで民生同盟日本共産党の魅力的な先輩に出会い入党しました。周りを励まし面倒見の良さで仲間から慕われました。下宿に遊びに行くとさっと料理をしてご飯を食べさせてくれたと同級生たちは振り返ります。1982年、倉林明子さんは京都市立看護短大を卒業して伊藤病院に就職されました。明るく楽しそうに患者さんに接している姿がとても印象的でした。結婚も早く、2人の子育てをしながら3交代の病棟勤務はさぞ大変だったと思うのですが、何でもテキパキとこなして、その上労働組合の役員もしていました。この時期、1987年京都ミレン中央病院開設に向けての準備がそれぞれの部門で取り組まれました。倉林さんも透析室勤務、リハビリ病棟を立ち上げと、いつもチームの中心で元気に明るく、時には厳しく、看護部の主任さんとしてスタッフから信頼され、抜群の存在感を発揮して本当によく頑張っておられました。医療費1割負担の導入、入院給食費の有料化など、医療改悪との戦いの連続でした。看護師として、労働者として、そして母として、看護師の確保、妊産婦の夜勤禁止、国保料値下げなど、命と健康を守るために奮闘しました。